ハロー YouTube、 キジトラハウスキャットビデオ。昨日のアンチは今日の友。あ、呼び鈴が鳴りましたね。皆さんこんにちは。2021年11月10日、今日は水曜日夕方です。キジトラさんいるかな。いたいたいた、キジトラさん。キジトラさん、え、よく鳴くね。キジちゃん、食べんのかなこれ。ちょっと大粒だよこれ。大粒だ。ベルが鳴り、収穫作業です。ちょっと悲しい感じですね。始業時間開始です。ちょっと悲しい感じです。いつもより田中ししますね。よく食べます。お腹空いてキジトラの大貧乏。ちょっと泣けてきます。飼い猫なのにご飯に飢えているのか。ちょっとこれはおかしいですね。おばちゃんいるのかな。決まった時間に必ずいますからね。期待してんでしょう。何か SOS を発信してるかもしれませんね、キジちゃんね。まさにキジトラの大飢饉です。ちょっとこれはやばいです。いつもわがまま自治体上の職場放棄のありがたみが分かったのかな。もりもり食べています。なんか怪しいですね。画面が変色しております。磁場の影響でしょうか。もりもりといえば、あー、画面が変色しています。森村氏の違法海賊電波です。来ましたね、キジトラさん。画面が砂ならしです。森村氏の違法海賊電波です。来ました、森村氏の違法海賊電波です。しつこいですね、キジトラさん。ぐるぐる止まっています。画面が森村氏の違法海賊電波、まだ来ます。森村氏の違法海賊電波、まだ来ますね。砂ならし状態で画面が止まっちゃってます。森村氏の違法海賊電波ですね。しつこいですね。しびれています。森村氏の違法海賊電波、まだ続いています。来ます。相当しびれてるはずですよ、キジトラさん。砂ならしです。回電波が収まりました。だけどね、まだちょっとしびれていますね。それでもね、お立ち台を解きません。すごい。シワ君からモール信号、キジシロさん警報ですね。モール信号が鳴り響いています。キジシロさんを狙います。ジロリー。キジトラさん急いで食べています。野良猫が来てますからね、急いで食べております。 お立ち台を降りてしまいました。キジトラさん、ちょっと休憩かな。タバコかコーヒーか、なんだろう。ちょっと周囲をね、のの字歩きします。千葉君からモール信号、白いお猫さん警報が出ています。モール信号発信されています。聞こえるかな。キジジロリー、白いお猫さんになります。すごい目つきですね。来ました、いきなり来ました。森村氏の違法海賊電波です。画面が固まって砂の嵐状態ですね。森村氏の違法海賊電波、しつこいです。ぐるぐる止まってます。相当しびれています。森村氏の違法海賊電波、まだ来ますね。砂の嵐状態です。テストパターンになっちゃうのかな。ちょっとやばいですね、画面がね。森村氏の違法海賊電波、まだ来ます。森村氏も楽しんでるんですかね。ちょっとやばいですね、違法海賊電波。森村氏の違法海賊電波、しつこいですね。キジトラさんも相当しびれて耐えています。回電波が収まりました。それでもまだしびれていますよ。千葉君からの申し子、野良黒さん警報です。申し子聞いているのかな。野良黒さんを狙います。ギョロリー、またお立ち台降りました。
キジトラさん、どうしちゃったのかな。周囲を警戒、キジトラさん。あ、キジトラ場内に入ってしまいました。キジシロさんコースで配達に行くのかな。夕方のお話はここまでです。元気や配達行きました。キジトラの大飢饉、皆さんいつもご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。皆様とはまた別の動画でお会いいたしましょう。それではバイバイでーす。